日のよろぴこ。プレイボールって言いまして、よろぴこ。あ、もうそれお借りてもらって大丈夫です。置いていいですか。よろぴこ、よろぴこ。OK。コロナに負けない。プレイボール。よろぴこ。どうでしょう。結果が出てない選手ほど理論をすっごい言いますよね。あ、実際結果を出してる人の理論ってすっごいシンプルですよ。そう、長嶋さん、スーッと来てカー打てばいいんですっていうの、カープのキャンプ来てくれたり、長嶋さんがね、辞めてから全員集まってバッティングはいいか、ボールだろう、ボールには芯がある、芯がある、そこを見てスーッと来たらカーンって、これね、これ全てなんよね、スッカーンが、はいはいはい、バーンとか、なるほど、音でしか表現しない、でも今でこそ、その時はえって思ったけど、今でこそ本当にずっと経験してコーチゲームになると、あ、全てやなっていう感じがする。オチさんが言ったのは、バッティングは来た球打ちゃうんだよ、うん、そうだろ。もうえって最初はもう言われて何言ってんだろうと思ったけど、実際そうですよね。ここに来るんで、あ、うん、ほんまそう、来るまで待っときゃいいんだよっていう、追いかけるなっていうね。 あれ、星さんは山田さんと教わってるのか。自分も1年教わったし、長い野郎、長い野郎しゃべりでしたら、もう手持たれてずっとこうやってやる。はい、これずっとやらされました。こうやってやろ、ここで打て、ここで打て。あれ、お前 T できる、ここで俺できるか、なんか、うん、山内さんが、このバットのマークが最後まで見えてなきゃダメなんだよ、こうやって、もう分かんないんですよね、最初はまだ18個の時じゃないですか、はいはいはい、ところですね、何言ってるか全然分からなくて、手こんなになってやられたんで。こうやってやろ、でもこうやると絶対バットのヘッドが残る。そうですよね。だから俺インサイドは教わってから、ボール臭いインサイド普通にホームラン打ってる。吉沢は左とかインサイド強かったですよね。あれ山内さんですよ。山内さんの線っておかしいじゃないですか。山内さんのおかげ。これ面白い、この話したのにさ、中西さんがいるやん、で山内さんの2曲やん、で面白いのは、中西さんは外をこう打たすような、大事に踏み込んでガンって、真反対なんや、これ究極なんや。中西さんは外で、山内さん打ちない。だから山内さんやった時には、ええか、外3球投げられたら手挙げて帰ってくるって言われたんだ。それピッチャーが偉いんよ、3球外パンパンパン来たらいいから追っかけるんだ、絶対ボールになるんです、ボールになるんだ、追っかけなかったら、ただ絶対内側待って、内側に絶対突っ込んでくる、その1球でいいと。12球4打席だってストライク三振12球だな、12球のうち1球自分が待って、それをカーンって技術でヒットかツーベースの時な打ったら4打数1安打だろってわけ、いいか、フォアボール1個と3割3分3、そう言われたわ。また、分かりやすい。奥さんも同じこと言ってました。同じこと言ってるか、同じこと言ってる、同じレベルなのか、俺、いや、師匠が一緒っていうことじゃないですか。中西さんと、それも中西さんの教えと、ロッテの中西さんがやったんで、引退した後に沖縄で野球教室があって、終わってから吉さんとラーメン食べ行ったんですよ、はいはい、でその時に吉さんが、まあ、ちょっと酔ってはいたんですけど、バッティングの話された時に、はい、その時に本当目から鱗だって話があって、吉さん刀に例えたんですよ、はい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 、バッティングを、はい、中西さんがまさにその教えじゃないですか、この出るバットと腰の逆っていう練習を、ものすごい近鉄なんかも僕らも乗ってる時にやらされて、で吉さんも同じその理論的なことを刀で例えて、確かにそうだなっていう、だから僕は吉さんはコーチを絶対やった方がいい、右バッター、右と左を教えられる人ってなかなかいない、いないですよね。松原さんは話長いんで、同じスイッチでだから本当に右対右で俺最初打ってるからね、で右対右も分かるけどね、ただ分かんないのは左で左は分かんないだけで、でも左一生一緒やだろ、右対右と左対左一緒一生ですよね。だからいいバッターは左ピッチャーの打ちやすいっていうのな、逆に、そうですね、うん、でショート守ってても左対左の方が怖いの、いいバッターは絶対来そうで
下手なバッター怖がって開くやん。でその違いがあるのかな。時間過ごすやで結構来てるよ。来ました。全然また今度なんかお願いしますね。いやいや、もう最後にロッテが今いわば高校時代あんだけのスーパースターで、まあ、もちろんドラフトでプロ野球チーム決まるじゃないですか、はい、一番行きたかった球団ってどこだったんでしょうか。太陽、地元の地元、太陽か阪神。ただ単に縦島に憧れてたっていうだけで、子供心にドラフトのあの映像を振り返ったら、なんかこうロッテに来たそうな雰囲気じゃなかった。あれはもう本当声を大にして言いたいんですけど、はい、ロッテが城之内さんって、はい、城之内さんがスカウトで来られたんですね、うん、はい、でうちは法政の武藤ドライチで行くから、愛子君は1位で行けないし2位で指名したいんだけど、多分その時に決めいないから、多分うちはちょっと指名はないからって言われたから、うん、はい、ロッテはないなっていう話、はい、城之内さん面白かったですよ。真面目な方じゃないですか、うん、すごい真面目。ロッテスカウト城之内っていう名刺を置いてったんですよ。でありがとうございましたっつって帰ってって、名刺持ってパッと裏見たら、プロになりたきゃ走っとけって書いてでもこの話は聞きたかったですよね。またでも本当逆に僕も聞きたいですよ。吉さんどこ行きたかったんですか。ない。え、ないんですか。俺プロ野球入ろうと思ったこと一回もない。興味なかったの、全くなかった、ゼロ。俺は甲子園出たいだけだった。だから甲子園出てしまったから、この後どうしようかなと思って考えてたよ。まあ大学から来たけどね、何校か、でまあいや野球やるのは大学なのかなと思いながらしたら、カープが来たわけよ。ヤクルトの話もちょっとあったらしいんだけど、ヤクルトは隅取ったんだよ、サードの隅。はいはいはい、同じ形でピッチャーから野手なんよ。俺もピッチャーから野手なんで、うん、でカープって話した時に、あ、まあいいかっ って気持ちで入ったら、とんでもなかったね。はい、終わる、何しようんなの世界でうわどうしようと思ってそこからの話は今度は愛子さんのチャンネルで聞いてもらって流していただいたり。吉さん甲子園出てるじゃないですか、はい、僕も出てるじゃないですか、はい、これプロ野球世界、プロ野球界のあるあるなんですけど、意外と甲子園に出る出ないで扱いっていうか選手間の扱いが違うんですよ。ああなるほどなるほど。だからドラゴンの時、立浪なんて山本まさに、マスターなんて夏の大会になるとマスターなんて、あ、甲子園何回出てます、出てないでもいじめやな。なんか甲子園組っていうのが出来上がるじゃないですか。カープなかったですか。ない。だってカープの小早川さんいたり、ない、全くその世界じゃないもん。もうそういう世界じゃなかったね。甲子園組なんか一切聞かなかったね。まあでも吉子さんが知らないだけで下ではあったとかもしれない。いや、ないと思うよ俺。本当ですか。うん、耳に入ってきてるはず。あれば。そんな感じ で、この続きはね。そう、この続きはたけしの YouTube で、はい、そうですね、うん、お願いいたします。また、はい、ちょっとあのこっち不完全現象なんで、またいつか、あ、もうぜひぜひ呼んでいただければ。いや、もう本当お願いいたします。はいと、吉さんにはこれ真面目に言います。はいとイエスしか言えないんでという形で、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします、はい。明日もまた見てください、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。